おもっち、今週のテーマは県産米のブランド化推進、県産米新品種のデビューに向けて。岩手107号、岩手118号は岩手県オリジナルの新しい品種として研究が進められているお米です。岩手107号は平成28年度に、岩手118号は平成29年度にデビューが予定されています。ここ数年のですね、状況によりまして養殖味だというものがいくつか出てきてます。その中で107号をですね、今度デビューさせると、耐冷性もいいですし、耐病性も十分な特徴を持っていると思います。またですね、割れもみが少ないという特徴もですね、栽培者にとっていい条件だと思います。食味の方はですね、艶が良くてですね、適度な硬さということで、歯ごたえというあたりが特徴になるのかなと。今のところ秋田小町に比べればですね、かなりいいと思っております。岩手県ではこれら2つの新品種のデビューを機に、県産米のブランド化をさらに推し進める取り組みをスタートさせていきます。その中心となるのが、今年4月に新設された県産米戦略室です。全国的に米が余ってまして、価格も下がってきてます。ですから岩手県の米農家の方々ちょっと大変だということで、そこをなんとかしていこうと。だから生産から販売まで、全国に越していけるような、そういう組織を作ってやっていこうということでございます。で、特にも岩手107号と118号、これが新たに出ますので、これを全国のブランドとして日本一の米になるように取り組んでいこうということでございます。やっぱり最終的な評価されるのは価格だと思いますので、全国でも上の方トップブランドになれるように、そういう取り組みをしていきたいというふうに考えています。新品種を核とした県産米のブランド化を、これから生産者、消費者をはじめ関係機関、団体が一体となった取り組みで展開していきます。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。